ここの棚両方ね空になるんじゃないかなと思います。はい、FM 流進堂です。大掃除4日目になってます。今ね、昨日もず荷物を運びきりまして、まあここのね棚の中がまあもうほとんどだいぶなくなったのと、あとこっちの棚の上の方がね全部なくなりまして、でちょっと上から順にね今日は持って帰りたいと思いますけれども、これで今日はねここの棚とここの棚両方ね空になるんじゃないかなと思います。で棚関係が空になれば、まあ粗大ゴミとしてねゴミ出せるので、だいぶ部屋の中の印象片付いたなっていう印象に変わるかなっていうふうに思います。結構この棚とこの棚も使い心地がかなりねいい、すごく使い心地が良くていい棚だったんですけどね、さすがにこれをね運ぶとなるとこれだけで1往復分ね使っちゃうので、もうこれは効率悪いかなっていうふうに思います。あとこっちの棚金網のね棚の方も今日全部きれいにできんかな、できればねここ全部きれいにしたいなっていうふうに思ってます。であとこっちですね、棚関係でいうとね、こことねこの棚とね、あとここも一個棚あるんですね。でこの棚関係が全部空いてしまえば全部不要品のね回収業者に出してしまいたいなっていうふうに思ってます。こっちのオフィスの部屋の方はちょっとまだ片付けきれてません、手が届いてません。で上ですね、上の棚もだいぶ昨日はねここに全部本関係が入ってたんですけど、本関係もね全部中取りました。そのとにかくね本が多くてね、でもこれではね本がね僕本の虫でして、昔は段ボール箱換算でいうともう20箱近くぐらいはねブックオフに持ってきましたね。だからこれでもだいぶ綺麗になった方なんですよ本当に。まあこれをねどういう風な呼び方で言うかっていうと結構難しい問題で、彼女は僕のことをゴミ屋敷みたいな感じでね呼んできたんですけど、僕にとってはもうゴミではなくて僕にとっては宝物であったので、すごくそれを今回ねどん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 切り捨てかなきゃいけない、切り捨てていかないといけないっていうのはまあ心理的には辛いものがありますね。ただまあ悲しいっていうだけではなくて、ちゃんと前向きに今自分の状況を捉えているので、まあ冷静にね掃除をしていきたいなというふうに思います。はい、またじゃあ報告します。はい、 FM 流進堂です。大掃除、5日目になってます。はい、でだいぶね綺麗になってきたんですけど、今日のね掃除で多分床全部ね物がなくなると思います。はい、物が全部なくなると思います。で前回は確かここの棚の中ですね、もう全部持って帰りました。でここの棚の中ですね、ここの棚の中も全部持って帰りました。はい、もうないですね。まあ、ちょっと若干ねもう小物があるんですけど、こんなんすぐでしょ、すぐ終わるでしょ。であとは服関係、ここですね、ここの服関係全部と、ここの服関係全部、あとここの押し入れに入っていた服関係全部ですね、全部って言ってもここちょっと残ってますけど、ただもうね全部ないので、だいぶね見た目がすっきりしてきましたね。まあ、ちょっとまあ若干こういう小物もありますけど、ちっちゃいものがね全然大丈夫でしょ、運ぶのは問題ないでしょ。で、まあ、細かいものが だいぶ増えてきましたね。だから残存するものがね。で、真ん中の部屋もですね、食器棚もほぼもうなくなりました。はい、どん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 詰め込んでってね。で、こっちの事務所は、ここですね、上の、なんだっけ、こう封筒関係があったのが全部なくなりましたのと、あとここの上のね、棚のところとかなくなりましたね。もうちょっと今これから捨てるやつですねあるんですけど、もうでもかなりね峠は越えたなっていうのはもう自分でも分かるぐらい物が減りました。多分ね明日というかこの次にね録画するときは
もうほとんどすっきりしたような状態になるんじゃないですかね。見た目がかなり変わってると思います。これね、作家さんの作品です。ちょっとごめんなさい、落ちちゃって。結構これもね、高かったんですけどね、値段が結構したんですけどね、いろいろ美術品とかもあります。これも作品ですね。結構作品関係が多いので、これを持って帰った時にね、彼女さんがどういう反応するかっていう。ここに猫がいます。猫のやつがあってね。はい、こんな感じで今日もね、お掃除頑張っていこうと思います。はい、じゃあ頑張ります。またね。 FM 流進堂、今日の話はいかがだったでしょうか。もし内容が良かったら高評価&チャンネル登録をお願いいたします。この世界は美しく、命は甘美なものだ。